皆様ごきげんよう。ボクセル支社開発担当の小春立花です。今回はビッグニュースからお届けします。ボクセル支社の初回動画がニコニコ動画のトップページに掲載されました。そちらを経由してお目にかかった皆様、元よりごひいきにしてくださる皆様、いずれもどうぞよろしくお願いいたします。さて、前回はボクセル支社初の鉄道路線を開業しました。まずはお客さんがどれくらい乗るかを見てみましょう。あまり乗らないですね。コメントによると、旅客の乗り換えが実装されていないらしい。駅そのものがカバーするエリアでしかお客様を集められません。残念ながら、鉄道の旅客輸送は赤字ですね。くよくよしても仕方がないので次の仕事に取り掛かります。小春の町に木材の需要が生まれたので、近隣の伐採所から持ってきます。マスが一つずれると接続できないですね。展開を兼ねてロータリーにします。初めて見る製品の需要が生まれました。この木製梁は、研究をしないと生産できないようです。研究できるように、研究所を設置します。支社オフィスの近くがいいかな?小春駅のそばに置きました。文化爆発、とかするゲームで見かけるような研究ツリー。まずは、製造業を研究します。製造業の研究には、日数とコストがかかるようです。研究が終わりました。製造業に加えて、各産業の研究も必須のようです。木製梁を生産したいので、木材加工を研究します。木材加工は日数と研究費に加えて、木材の供給もいりますね。元からある配送センターは研究所から遠いので、研究所用の配送センターを設置します。研究用の木材便、運び終えても利益は出ません。経営が安定してないと研究に手を出すのは厳しそう。南国の工業化の谷を思い出します。研究所は複数置けるようです。もう一箇所設置して、鉄の精錬も研究します。こちらは第一回で設置した配送センターの近くに置きました。鉄の研究のために、琴平の北にある鉱山から鉄鉱石を持ってきます。日数と研究費だけがかかる研究なら、表示されている日数待つだけで終わりますが、資源が必要な研究は、資源が届いてからその日の研究が行われるので、資源が届くまでの時間も余分にかかりますね。研究が終わるまで待機。小春の街がどんどん広がっていきます。資源が供給され、町内を回るバスが走ると街は発展するようですね。木材加工の研究が終わりました。製造業に、の研究に着手しつつ、木材の加工品を生産します。丸のこ木を伐採所のそばに置けばいいのかな?横に置いただけだと何も作られないな。このコンベアで結べばいいのかな?コネクタって装置もある。これを取り付けないといけない。全然生産されないし、トラックは詰まっちゃうし、ベータなのでヘルプページもほとんどなく、積んでしまいました。調べればやり方もわかるとは思うんですが、それは初見プレイとしてやりたくない。自力でやり方を見つけ出してみせます。伐採所そばに倉庫を置き、丸のこ木と配送センターまでコンベアで結びました。それでも生産されません。配送センターから別の倉庫に付け替えてみます。でも、ダメ。何かを見落としているか、
根本的にやり方が間違っているか、全く見当がつきません。こういう時は大抵視野が狭まっていて、一度頭を冷やすべきだと教わりました。なので休憩を挟み、更地で一から再構築。配送センターと丸のこきだけで動かしてみます。馬最初からここまで木材を運ぶようトラックを設定。木材がついにコンベヤで運ばれました。丸のこきに突入。ついに木製梁が出ました。次に並列して加工ができるか試します。ちゃんと分岐してくれますね。ただ対応する倉庫に収めないといけないようです。木製梁を木版の倉庫につなげてしまったので倉庫手前で溜まってます。木版は木版、木製梁は木製梁の倉庫にしまっておきます。あとはこれまでと同じように工場と需要地を結べばいいですね。馬最初の設備を修正してこちらに加工機能を移します。先ほどこちらの工場がうまく機能しなかったのはコンベアの方向が一部で逆向きになっていたからでした。馬最初の丸のこきが機能するようになったので更地に置いた加工施設を撤去します。最後にこの馬最初で作られた製品を需要地に供給します。木版は小春にできたホームセンターに、木製梁は庄原のホームセンターに配送します。今回はここまでとします。研究と工場建設の方法を知ることができました。今回知ったことをもとに次回以降もっと事業を拡大していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。